可愛い女の子かと思ったじゃじゃーん、青くんでした。ホロライブデバイスリグロスのド新人ひよどし青です。今日は勝ちに来ました。はい、ちょっと緊張してますね僕。ちょっとあの緊張してるのがさっきからトマさん先輩にバレすぎててクスクス笑われているんですが、ちょっとじゃあ僕がなぜ戦いを挑んだのか、そうだね、戦いを挑んだのか、はい。時は昔トマさんは先輩の X、うん、そこにとあるポストがされていました。タイマン勝負したいって書いてあった。ここだと思って僕はですね、先日の運動会で勝手に懐いております。とわ先輩、お、かわいいよ。気づいてますか？かわいいやん。僕はあの普通に、うん、あの音楽が好きとか配信が好きとかじゃなく、うん、それはもちろんのこと、それは大前提で、うん、あの運動会のあの日から、うん、マジで懐いております。おお、もう一緒に戦ったあの日、うん、もっと仲良くなりたいと思ったつまり今日ここで僕が勝ったら仲良くしてほしい。ちょっと切実すぎて全然くどけない。どうしよう、まるで仲良くしてないみたいな。お前緊張すぎて何言ってるか分かんないよ。違うんです。今トワさんは先輩って呼んでるから、うん、こう近い呼び名になりたいですね。ざっくりすぎるの。じゃあ何、じゃあ青が勝ったらどうしたいの？はいはい、ちゃん付けで呼びたい。おおそっちで来る。トワちゃんって、トワちゃんって呼びたいです。おおそっちで来るんだ。そこから本当に仲良くなっていくにつれ敬語を外していきたいですね、うん、あーなるほどね。まず呼び名からスタートしたい。あ、呼び名の様と先輩を奪いたいってことね、はいはい、そうです、呼びたいです。わー絶対無理、呼ばせない。なんでいや僕おかしいですよ。ひっくり返っちゃった、びっくりするみたい。僕定期的に振られてる気がするんだよな。いや、トワはさ、ミコピーとかさ、スイピーとかとは違って、青くゆなんて言わないからね。ちょろい女じゃないから、あいつらみたいに。ごめんけど。まあね、面白い女ってことか。そうだよ。だから、すごい難しいでしょ？はい。そんなワクワクして、はいじゃないのよ。今日このためにいっぱい練習してきてワクワクしてるんですね。はい。ということで、今日は、青 VS 徳闇トワ